コーヒー代金565。以前この動画で美味しかったので再度池袋駅に来てしまいました。今日はバターとお砂糖のクレープいただきます。お店の様子は前回の動画をご参考。ゲラピケのマークが入ってます。中は透き通ってる。出来上がりました。シンプルが一番うまい。外の景色と撮ってみる。お店は人が多いので映せませんが、たまにはテラス席もいいね。ここのクレープは生地がサクサクで激うま。お隣の東武デパートに移動。以前紹介したこれらの動画の近くにある小籠包のお店に行きます。エスカレーターで13階へゴー。リンタイフォンに行きます。お店はこんな感じ。今はさつまいもの葉炒めがおすすめ。おすすめセットもあります。レンゲは小籠包用と思います。お茶が来ました。綺麗なお茶です。デキャンタレモン炭酸注文。きゅうりの甘辛漬け。大根餅。店内の様子。さつまいもの葉炒め。クラゲの甘酢あえ。いただきます。これ美味しいんだよね。辛味噌をつけて。パクリ。初めて食べるさつまいもの葉。どんな味かな。空心菜の炒めみたいだな。待望の小籠包3種盛り。3種類乗ってます。タレを作ります。この生姜と一緒に食べる。ホタテから。割って。生姜を乗せて。食べる。食欲が増すうまさだな。
あっという間に完食。ごちそうさまでした。いいんじゃない？あれれ？もう終わっちゃうの？チャンネル登録よろしくね。 SNS のフォローもよろしくね。できれば動画の拡散もしてくれたら嬉しいな。でも見てくれてありがとう。じゃんけん始まるよ。じゃんけんぐ。ご主人様、明日はどこへ行きますか？